MP4BOX マニュアルこの講座ではフリーソフト MP4BOX の使い方をご説明しますこの講座を終えると動画のメタデータを Android で再生できるよう変更できるようになります前準備としてダウンロードして回答した MP4BOX をを C ドライブ直下においてくださいまず m p 4ボックスを開きます m p 4ボックスを開くとこのような画面になります m p 4ボックスのフォルダーに変換したい動画ファイルをコピーしますコピーするとこのような画面になります バッチファイルを開きます。ちなみに、バッチとは、まとめて処理することを意味します。バッチファイルを開くと、このような画面になります。2行目以降を削除して、一旦1行だけにしましょう。左側の赤枠の部分は、変更前のファイル名を指定する場所です。 右側は変更後のファイル名を指定する場所です左側は先ほどコピーしたファイル名に書き換え右側は変換後のファイル名に書き換えます今回の例ではファイルが3つあるので3行をコピーしそれぞれの行で書き換えを行う必要があります書き換えたら保存してからメモ帳を閉じます バッッチファイルルをダブククリックしますすると動画ファイルのメタ情報書き換えのプログラムが実行されます書き換え中はこのような画面が表示されます行数が少ない時は一瞬です変換後に指定したファイル名の動画ファイルができましたスマートブレーンにアップする際はこのファイルを使用してください 今回の講義は以上です。ご清聴ありがとうございました。